こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は意気消沈です。意気込みを失って元気がなくなりしょげ返ること。反対語の四字熟語は意気健康や意気揚々などです。使い方は試合に敗れて意気消沈するなどと使います。例文から意気消沈を楷書で書いてみます。から意気消沈を行書で書いています。例文から意気消沈を草書で書いています。だから意気消沈の創作作品を書いています。
最後までご覧いただきありがとうございました。